君が代に込められた真実。君が代の本当の意味を知るには、その時代の背景に及ぼす影響を理解する必要があります。君が代に対するこれまでのイメージは、天皇崇拝の歌だと思われてきました。それは戦争からわずかな時しか経ていなかったからです。明治政府は富国強兵を図るために欧米を見習います。そこで欧米のアイデンティティに宗教が存在していることに気づくのです。その宗教の中心にはイエスがいました。そこで日本にも国民の心を一つに束ねるものが必要だと考えます。それが日本古来よりある神道でした。しかし神道には教祖がいません。そこで担ぎ上げたのが天皇です。つまりこの時代に作られた君が代の君とは、天皇のことを指していたというのが正しいかもしれません。しかしこれは日本の歴史の中ではわずかな時代の一部の人間による解釈です。本来の意味は先ほどお伝えしたような祝い事に歌われていたものでした。またたとえ天皇を讃える歌だったとしても、そもそも天皇は個人ではなく公として考えてきました。それが公地公民の由来です。公地公民とは、すべての土地も民もすべて天皇のものであるという意味です。そう考えれば天皇個人の持ち物だと考えがちです。そう考えるならば、公地公民ではなく公地公民と書いたはずです。しかし天皇は個人ではなく公と位置づけていたのです。つまり私たち日本は約1500年も前から民主主義だったといえます。またこの歌詞ができたのもこの頃です。そしてその時代から明治に至るまで祝いの歌として歌われてきました。このように双方が事実であるならば、あなたはどちらの解釈を選択しますか？